いや動物の森の住人になるから俺これから。あ、始まる、始まるぞ、みたいな。無人島に始まる。大丈夫ですか？ヤミさん大丈夫ですか？大丈夫ですか？今からオープニング撮りますけど大丈夫ですか？集まれ、集まれ、動物の森やっていきますよ。ダメです。ダメです。ええねんか。自由気ままな楽園生活やっていきましょう。しゃ。どう？最高。ありがとうございます。待って、取れてなかった。ふざけんな。うっそぴょーん。なんだっけな、俺やば、俺寝癖がめっちゃついてる。俺もう何年ぶりに起きたんだよって感じ。嘘、俺ん家来る？行きたい。お前ん家の階でいいよ。俺ん家の階でいいの？うん。俺オリジナルのコーデがあんだよね。作ったの？作ったっていうか考え出した、考え出したコーデがあんねん。なるほどね。これでいこう。俺はこういう人間だっていうコーデがあるから。俺はこういう人間だってビッグダディのセリフにすごい似てるんだけど。何それ？知らない？ビッグダディ。知らない。もう準備できたら言って。準備できてない。だからできたら言って。わかった、まだできてない。うん、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。うん、今セーブしてる。オッケー。準備できたら言って言ってんのよな。なんでだろう。ゲート開きました。うん、あ、お前のコーディネートも楽しみだな。うん、ちゃんと決めてきた。テーマは何じゃ？テーマ？うん、お前のコーディネートのテーマ。いつもの俺。あ、いつものお前、なるほど。うわ、お前のコーディネート楽しみだな。いや、別に普通だけどな。うん、まあ本当にいつもの俺って感じ。なるほど、なるほど。うん。東安。はじめましての東安。東民。あ、チーズケーキ党の東安さん。いや、チーズケーキが好きなんで、やっぱり。あ、なんとチーズケーキ好きなの？チーズケーキ好き。あ、そうなんだ。うん。美味しいよね。美味しい。レアチーズケーキもベイクドも好き。おー、すごい。どうですか？え、すごい、素晴らしいね。え、すごい。うん、すごい。いやー、実はこれ僕、めっちゃやってんじゃん。実はこれ僕、ほぼやってないんですよ。お前、おい。はい。え、めっちゃいいじゃん。あ、うわ、お前だ。え、お前じゃん。そっくりじゃん。すごいよ、そっくりよ。俺の装備は、待って、今ダウンロードしてるから。あ、なるほど。いや、本当にお前に似てる。色、肌の色も俺。本当だね。うん、さあ、直人さん、お出迎え。俺はこういう人間だ。どこからやってきたの？君は。俺はあの奄美大島から上陸したの。奄美大島の整体師やってます、私。なるほどね、不時着したのね。はい。あの大家族のお父さんやらせていただいてます。ああ、そう、もうビッグダディじゃない。やっぱりビッグダディじゃないですか。さっき俺が言った通りじゃないですか。はい、ビッグダディなんです、もう私。もうピンポイントで合ってたじゃん。はい、まさか言われると思わなくてビックってしましたよ。あ、じゃあ今日は案内よろしくお願いします。オッケー。で、ここがね、うんうん、カフェよ。いいね、ほんとだ。いいでしょ、カフェになってる。すごいでしょ。すごい。まあ僕の妹がやったんですけどね。ずるい。で、店員さんもいる。こうできるわ。店員さん、店員さんもいますから、ここにクマさんの店員さんが。あ、本当だ、クマさんの店員さんがいる。そうよ。
かわいい。かわいいでしょ。あ、開いた。これ開くんだ。ちょっとやめてください、お客さん。勝手に他のお客様のピザなんで。ちょっと来ないでください、ちょっと。来ないでくださいよ。お前ビッグダディだろ。お前ビッグダディやん。ビッグダディ。完全にビッグダディじゃん。ビッグダディでしょ。あそつくと、あそつとこじゃなくてビッグダディやん。え、何、飛行機雲だ。ほんとだ。やば。やばいね。こんななんだ。で、ここがね。うん。この、和風な道よ。おー、なるほどね。和風な道ね。和風な道を進んでいくと、あ、ちょっとこちらもありますんで。こちらは、もう皆さんが釣りをできる場所となっておりますんで。やばっ。アソスとことの釣りスポット。これ、臭そう。好きなの食べていいんで、これは。あ、そうなんだ。もう誰でも食べていい。ちょっとこれ、中には何が入ってんのかな。こうシーラカンスですね。シーラカンスの切り身が。なるほど、こういう感じなのか。そうよ。全然見れないわ。スープもある。ちょっと。これ、スープやん。そうですよ。やば。お腹空いたら食えるんで。なるほどね。出汁が効いてそう。あ、温泉じゃん。そうですよ。ここもにも温泉があるんですよ。やば、露天風呂じゃん。やばいでしょ。オーシャンビュー、露天風呂。こう、景色を見ながらね。まあ、海水ですか、これは。これは海水、あ、これは、下から湧き出てる水になりますね。ああ、そうなんですね。はい。掘り当てることができたんですよ。なるほど。素晴らしいでしょ、私の村。素晴らしいですね。まあ、なんといっても、ほぼ私はやっていないという。お前やってない とこがな。和風ですか。あ、雑草。あ、失礼失礼。あ、抜けない。友達が来てるから抜けない。で、こちらもまた素晴らしい。うわ、すげえ。あ、いいね。別府温泉でとなっております。ここだけ別府なんで。いい。やば。この脱衣所で。そうです、脱衣所です。はい、もう知識、これ意味ない。意味ないですか。全然意味ないじゃないですか。ここで出てこっち入るんですよね。そうですよ。もうここで脱いでもいいんじゃないですか。この辺で脱いでも。これ番台じゃん。ちゃんと番台がいるんだ。そうですよ。なおさん、どうですか、一風呂。一風呂ね。いや、入りたいですけど。入りたいですか。入りたいですよ。どうやって入るんですか、これ。じゃあ、あなた服を脱がないとダメじゃないですか。何服のまま入ろうとしてるんですか。着替えられるのかな。こういう感じなのか。ダメですよ。無理ですよ。え、無理なんですか。もうじゃあ案内しますよ。え、そのまま。そのまま行くん。いや、私ビッグダディですから細かいことは気にしませんので。俺はこういう人間だっていうことで全て片付けますから。いやいやいや、寒そう。裸足だし。ここ見て、このハートの池なのよ。お、魚でかっ。ほんとだ。ちょ、なんだろう。お、やめろそれは。邪魔する。あ、来た。濃いじゃん、いらな。お、公園ですから。あ、公園だ。乗れない。ここなら乗れる。乗れないんだ。本当だ。っていうね。で、まだまだあるから。あっち向いてホイやろうぜ。あ、オッケー。右左しかないけど。オッケーオッケー。どうやってやるの。いくよ。うん、あっち向いてホイ。はいはいはい。じゃあ次俺ね。うん。あっち向いてホイ。はい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 、いいよ。え、お前向かないじゃん。いや、だから正面。あ、そういうこと。うん、あっち向いてホイ。ちょっと待って、ずるいぞお前。ラグいんだよな。じゃあ、ずるじゃん。もう一回やります。じゃあ行くよ。やろ。せーので、ちゃんとやって。じゃあ俺のターンね。うん。
あっち向いてほい。ちょっとおかしいけどな、動きが。まあいいや、はい、やって。いくよ。あっち向いてほい、うん。はいはいはい。はいはいはい。あっち向いてほい。おい。え、絶対俺の勝ちだろ、今の。え、なんでですか。どんだけラグいんだよ。って感じで、あっち向いてほい強いんですよ、ビッグダディは。ああ、なるほどね。やっぱりこういう人間だからね。そうそう。で、しかも見て、このサムソ…待って、それは…それはないよ、ナオトさん。それはないよ、ナオトさん。なんで落としちゃうの。取れないわ。ちょっと…あ、俺も取れない。あ、取れた。そんないところだって。ちょ、やめてください。見て、ビッグダディ靴履いてないのにわざわざ寒いとこ歩くっていうね。うん、ちょっと足赤くなってるよ、だって。今感覚ないですよ。ここ果樹園ね。あ、果樹園ね。そう、ここも、こことか以前、牛がいたんですけど。あ、そうなんですか。そう、焼肉にしちゃいました。お前の妹すごいな。すごいでしょ。うん、うん、で、まあこっちも奥もありますよ、直人さん。どこどこで、ここがまずあれでしょ、キャンプ場。うわー、すげえ。すごいっしょ。すごいわ、これは。で、こうやって水が流れているというね。はい、なるほどね。で、ここでゆっくりするんですよね。あ、ちなみに、はい、あの、飼ってた牛はここで食べました。やべえな。マジか。じゃあ、あのバーベキューのグリルの上に乗ってるのは牛の肉が。そうですね。マジか、やべえな。あと、アルトバイエルとかですね。マジかよ。で、お前、その牛、その牛あれだろ、キャラクターだろ。置物の牛じゃなくて、動物の森。あ、それがバレちゃう。お前を返すことはできないよ。やばいやばい。あそこ、やっぱそうだよな、あの骸骨とか。そうだよね。あれ、牛の骸骨。あ、お前を返すことはできない、もう。や、怖い。怖いよ。次はどっち。次はね、もうほぼここでね、終わりなんだけど。まだあったっけ。なんせ俺やってない、ほぼやってないからあんまり覚えてないんですよ。住宅街とか行ってないしね、全然。あ、住宅があるよ。あ、まずここが私の住宅街。あ、俺の大好きなペ、あのカモミちゃんがいますね。これ俺の部屋ね。あ、じゃあ行きたい行きたい、入りたい。見て、ペットの亀吉。え、動くの？ペットの亀吉ね、ドッグフード食べさせてる。そうなんだ。そうそう。え、よく死なないね。何でも食うから。ああ、そうなんだ。でさ、カメキチってさ、うん、俺んちの実家のカメの名前と一緒なんだけど。なんか聞いた覚えあるから多分言っちゃったんだと思う。お邪魔しまーす。俺より先に入るやつがいるか、この野郎。うわ、すげえ、ロックンロールじゃん。ロックンロールですよ、僕の部屋。ちょっと、え、ほら、すごいでしょ。ゴキブリいる。すごいか。ゴキブリいる。素足で踏まなきゃ。汚っ。汚っ。ちょっと待って、寒いから着替えるわ、さすがに。うん、着替えた方がいいよ。待って、ちゃんとあのドリンクもあるじゃん。よし、行きましょう。気持ち悪い。で、ここで僕はいつもね、うん、仕事をするんですよ、カタカタつって。あの、デスクトップをつけたり消したりするっていう仕事があるんで。なるほどね。そう、結構大変だな。そうですよ。で、ここが僕が演奏してるところですね。はいはいはい。まあ、ちゃんとボードも組んで音楽させていただいてますね。へえー。で、まあ、このギターを弾いたり、うん、うん、アコギを弾く時もあればって感じですかね。あと、生き物も好きなんで、このクワガタを飼ったりだとか、このこちら見てください、はいはい、この土壌の剥製。こちらを、ね、やらせていただいて。ええー。はい。で、ここが
あ、プロテインもあるんですちゃんと。うん、プロテインあるね。はい、でこちらがあの僕の本当の部屋なんですよ。ちょっと恥ずかしいんですけど。真の部屋なの？真の部屋なんですよ。あの生活感あふれちゃってるんで、ちょっとなかなか人にお見せできるところではないんですけどね。あ、失礼失礼。なるほど。あ、失礼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 。ゴキブリが。ここが本当の私の部屋ですね。ちょっと待って。はい。もうよくわかんないよこの部屋は。何？何？どういう部屋？なんでせ？あの可愛いものが好きなんで、置いてあるのと、あと体重計。うんうんうん、であとは普通に寝たり洗濯したりっていう感じですかね。ここで寝るんですよ僕はいつも。これ妹の部屋ではないよね。ここ僕の部屋ですねちゃんと。あ、お前の部屋なんだ。可愛らしいでしょ。うん、可愛らしいけど。まあピアノ弾ける。いいですね。すごいねこの部屋は。じゃあすいません、ちょっと寝させてもらいます。ちょっと怖いな、なんかちょお前の動きが怖い、少し少しお前の動きが怖い。しかもその格好がちょっと怖い。怖いですか？なんか怖いことありました？なんかちょっと怖い怖い怖い。うん、ちょっと落ち着いたところに戻りたい。横は横の部屋。いや、横まだね全然できてないから。あ、そうなんだ。あ、失礼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 。あ、失礼失礼。で、何この部屋は。ここキッチンですよ。あ、ここキッチンか。そうですよ。確かにキッチンはまだできてないね。床にいろいろ置いてありますね。そうなんですよ、まだ集め中なんで。はい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 、はい、でもなんでこんな集まんの、すげえな。なおさん集まらないですか？待って、包丁多ない？それを気づかれたら返すことはできないです。怖いのよ。絵が怖いな。怖いのよ。怖いですか？怖いよ。何が怖い？怖いな。この動きやめてくんね。何が怖いですか？こっち向いて。怖いのよ。怖いね、こんな包丁あってさ。何本あるの？包丁？6本。包丁に気づかれたら返すわけにはいかないです。やべえ、どうりでやっぱり村の人たちが少ないと思ったんだよ。どれにしようかなと。いいよ、外出ましょう。出ますか。まだお見せできる場所がまあ若干ありますね。行きたい行きたい。あ、こいつはまだ生きてる。こいつはお前のお気に入りだからな。そうですよ。でもいつかは唐揚げにされちゃうのかな。ね。その動きやめろよ。どうやってやんの、この動き。ダメですか、この動き。どうやってやんの？え？どうやってやんの？何？怖いって、アヒルが。アヒルなのか分かんないけど。怖いわー。あ、こいつはあの普通に食べれる住人です。うん、てかもうだって食べれるようじゃん、もう。そうですよ。もう食べれるよ、ね。そうです、それはいざという時のやつなんですよ。あ、なるほどね。はい。で、ここピアノとかもあって。あ、うん、うわ。あ、オルガンじゃん。かっこいいでしょ。オルガン。うん。あ、博物館もあるわ、ここに。博物館か。こういう感じで滝に囲ませて。あー、なるほどね。あー、いい感じ。かっこいいでしょ。かっこいい。あれ、はしご持ってます？はしご持ってるよ。じゃあはしごでいきましょう。ちょっとショートカットして。唯一僕が作った場所があるんですよ。はいはいはい、こちらです。すげえ花畑の。ここ僕が作ったんですよ。ちょっと待って、何が置いてあんの？ちょっと上見てください、ぜひ。やばっ、かっこいいでしょ。ゴジラと何？ツーワンじゃん。そう、これは僕のお気に入りのスポットなんですよ。パワースポットです。お前これ唯一作ったの？そうです、これ唯一作りました。楽だなお前やってるの。そうなんですよ。クソ楽やん。
僕がね何か作ろうとしたら散らかっちゃうんですよなぜか。なるほどね。だから妹にお任せさせていただきました。はい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 、なるほどね。はい、まあまあいいと思うけど、いいと思うけど、すげえやってることいいなあ。僕のお気に一番のお気に入りの住人ちゃんがいる。え、こいつ大好きなんですよ。ちゃちゃまるやん。ちゃちゃまる大好きなんですよ。マジかよ、こいつ俺村から追い出した。最低。うん、靴下濡らしちゃうぜ。なるほど、お前も食われるんだな。ちゃちゃまるは食いませんよ。食わないの。ちゃちゃまるは友達です。あ、一応住宅街があるんで、そこも最後に見ますか。うん、行きたい。あ、すいません、情緒が。俺多分ここから出してくれないんだろうな。今日殺されるんだろう。この後ここ、まあここはまだできてないんですけど、一応ここが住宅街となっておりますね。いいな、こんな感じがいい。俺もちゃんと庭があるんですよ。で、室外機もちゃんと置いてある。はい、まあ、いいね。はい、まあこう解説してるんですけど、まあ一つ覚えといてほしいのは、僕は何もやっていないということだけ。これ魔法陣じゃん。そうですよ、ここ。あ、すいません、ちょっと片付けてませんでした。食事の片付けを忘れてました。すいません。誰食ったんだよこれ。誰食ったの一体。これ 何キャラなの。すいません、まあこんな感じですかね。なるほどね。で戻ってくると。はいはいはい、ありがとうございました。はい、こんな感じなんで。ということで、ちょっと恐怖心を抱くしまし、そのだからその動きやめな、やめな、それ。これはそれもなんかやめな、なんか、あ、やめろマジで怖い。っていうことで、っていうことで、まあ愚痴山の村はこんな感じと。若干ちょっと事件の匂いがする村でしたね。その事件はこのスコップで片付けてきましたから。証拠隠滅してきたわけだ。そうですよ。じゃあこの殺人犯を次は僕の島に招きますんで。